はい、皆さんこんにちは。今日はアップルウォッチの、ね、試着が始まったということで早速試しに来ましたよ。渋谷のアップルストアです。店内にはアップルウォッチの写真がですね大きく飾られていました。開店直後にお店に入ったんですがそこそこ混み合っていましたね。皆さん熱心にアップルウォッチ見ています。そしてこれが試着スペース。専門のスタッフさんが一人ついてしっかり説明をしてくれますよ。私が今つけているのはブラックのスポーツですね。これはサイズが42ミリ、重さが30グラムのモデルです。白い方はですね、38ミリの25グラムの方のモデルですね。小さい方が邪魔にならないけど、大きい方がディスプレイが見やすいということで悩みどころです。両方つけちゃったりなんかしてね、考えてますが、私は小さい方を買おうかなというふうに思っています。こちらはノーマルのアップルウォッチですね。スポーツではない方。ステンレスボディなので重量が少し重たくなって約50グラムほどとなっています。高級感はこっちの方がありますが私にはちょっと重たかったなという印象でした。実際に操作してみましょう。まずは右下のボタンを押すとですねこれ連絡先ですねぐるっと出てきます。ここはちょっと写真の読み込みが遅れていますがこんな感じで動きます。でこれがホーム画面。今から写真を見ます。ずらーっと並んでいて右側のデジタルクラウンを回すとズームしていく。フリックで操作するんですがこのあたりはとてもスムーズでした。もたつく感じはありませんでしたね。このデモ機ではピンチインピンチアウトでの拡大縮小はできません。またホーム画面に戻って、今度は地図を見てみましょう。この地図もですね右側のデジタルクラウンで拡大とか縮小します。このあたりもね滑らかに動くのでおーという感じでしたね。手元にあってパッと見られるのは便利ですね。そしてこれはカレンダーですね。カレンダーでその日の1日の予定を見たと。次は、メール。こんな感じでずらっと並ぶんですね。タイトルと、産業本文のプレビューが出ていてタップするとですねぐるぐるっとクラウンで、スクロールをしながら本文や添付の写真も見れるというふうになっています。次はですね、これはですね、その日に消費したカロリーとかをですね、まとめて見られると、アクティビティトラッカー的な機能ですね。このあたりの UI の綺麗さはさすがアップルという感じ。ホーム画面のね、この感じはね、操作感がね、非常に楽しいので、なんかね、わけもなくグリグリとやってしまうというような感じで遊んでいました。これはワークアウトというアプリを今開いています。手首にね、つけてセンサーで読み込んで、どれくらいカロリーを消費したかというのがわかるわけで、このカロリーを消費するまで、測り続けてくれるというかですね、そういう機能をここで試しています。いいですね。何時間走るとかじゃなくて、カロリーを、ね、目標設定できるというのが良かったなと。バヤーというわけで、Apple Watch を触ってみた第一印象としては、ものすごく便利というよりかは、これは楽しいなと、新しいガジェットがやってきたというワクワク感がですね、強く感じられる結果でした。ブバンクストアではこれから Apple Watch のアクセサリーをですねどんどん販売していく予定ですのでご購入予定の方はですね本体と合わせてぜひこちらのアクセサリーもチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。